こう。今日はですね、群馬県大浦郡千代田町にあります菊屋桜さんにやってきました。すごいのどかなね、ところにあるんですけども、いろんなご飯が食べられるということで行ってみたいと思います。行ってみよう。あなたと今ハロペコ。今日はですね、群馬県大浦郡千代田町赤岩にある菊屋食堂さんにやってきました。すごいのどかなところにありますよね。店内は小上がりテーブル席とテーブル席、そしておしゃれなカウンターがあります。まずは店に貼られているおすすめのメニュー、それ以外にもメニューはあります。ラーメン系が変わり種のメニューが結構あるんですよ。醤油ベース、味噌ベース、塩ベース、冷たい麺やトッピングも豊富にあります。真空パックで購入できるテイクアウトメニューもあります。定食系もありますね。これがまた豊富なんですよ。丼系もありますからね。おつまみも豊富にあるので、お酒飲む方はいいんじゃないでしょうか。これだけあると迷いますよね。そしてまさかのパスタまであるんですよ。イタリアンまで食べられるとはな。気まぐれガールはこちら、フライドポテト450円です。子供ってなんかポテト好きですよね。まあ私も好きなんですけども、ガブリうまい。一品料理からこちら、野菜炒め570円です。この量は家族でシェアしてもいいですし、単品でご飯とか注文して食べるのもありですよね。具材はかなり入ってますね。香り的にも本格的な匂いがします。うまー。味付けは塩コショウな感じなんですけど、出汁がね、本格的中華の味がするんですよ。これで全然米いけますよ。なんか久しぶりに野菜食べた気がするな。今日もゼロカロで健康。そして私はこちら、若鶏ステーキ定食です。こちらはメニューには若鶏ステーキ定食っていうのはないんですけども、単品の若鶏ステーキに定食にしてもらいました。ご飯はもちろん大盛りです。味噌汁びっくりしました。家で作る並みの具沢山ですよ。むしろ家でもこんなに具が入ってないですね。フォークとナイフが一緒に来るので切ってるんですけども、皮がパリッパリなんですよ。この皮がしっかり焼かれてるのと美味しいですよね。中はこんな感じですごいジューシーです。若鶏ステーキなんですけども、携帯で調べたところ食べてる方が多かったので、今回は私若鶏のステーキにしています。味付けはあっさり塩っぽい感じですかね。皮のパリパリがすごいうまいです。皮のパリパリと肉のジューシーさがグー。中はこんな感じです。もも肉を使ってますね。この鶏の脂、チー油的な、すごいですよ。辛味噌ラーメン850円です。こちらは気まぐれガールが食べます。結構見た目的には辛そうですね。うちの気まぐれガール食べれるかな。スープが結構真っ赤ですよ。辛そう。うん、結構きますね。結構辛みあります。うちの気まぐれガールは食べてましたけど、私より辛みに強いんですね。看板に自家製ラーメンと書いてあったんですけども、麺も手打ちなんですかね。ちょっと平ための麺でもっちりとした麺ですね。いい意味で独特な麺ですね。やっぱり味噌ラーメンと言ったら、お肉はひき肉、野菜たっぷりなのがこれいいですよね。もやしとキャベツで食感は良くなるんですよ。野菜炒めに入っていた具材とほぼ一緒ですね。皮
辛味噌のスープが絡んで美味しいな。私はついてるとテンションが上がる穴あきレンゲです。これでひき肉とかコーンとか全部取れるからいいですよね。菊屋ラーメン880円です。やっぱり店名がついてるラーメンなので菊屋食堂さん、これは推しなんじゃないかなと思いました。味は醤油ベースですね。これは何なんですかね、パセリか青のりが入ってますね。味付けなんですけど醤油というかちょっとイタリアンっぽい感じがするんですよ。なんでかっていうとバジルか何か効いてるのかなって感じがします。醤油ラーメンだと思って食べるとちょっとパニックになるような感じの味付けですね。そしてこちらは鶏チャーシュー自家製だそうですよ。いいですね、鶏チャーシュー私大好きなんですよ。鶏チャーシューだと豚よりあっさりしてる感じだからいいですよね。柔らかい、美味しい。こちらもバジルが効いてました。すべてごちそうさまでした。私栃木県群馬県で飲食店の紹介をしている MO チャンネルです。今回の菊屋食堂さん自家製ラーメンがとても美味しくメニューは豊富でした。本日はごちそうさまでした。